水田一です。今日はですね、紅芋タルトについてねちょっと話したいと思うんですけども、その中でもね今回は皆さんね沖縄旅行行った時とか、あとまあネットとかで見たりとかしても買いに行ったりとかしたらね、お土産屋行ったらね紅芋タルトって一種類じゃないっていうのを気づいたことありませんかね。まあ結構いろんな種類のね紅芋タルトっていうのが売られてて、沖縄の企業でね結構出してるんですけど、そのうちのまあ2大メーカーっていうのがあって、それがまずね元祖紅芋タルトのお菓子御殿っていうところと、あとは南方っていうところがね作ってる紅芋タルトなんです。ひらがなの紅芋タルトですねっていうのがあります。まあこれがね元祖紅芋タルトのお菓子御殿ですねのパッケージ、これ見たことありますよね、これね。あともう一つが南方ですね。南方の南方っていうところのこのひらがなの紅芋タルトですね。これ。っていう二つがあるんですよ。で、もう沖縄のね、お土産店行ったら、この二つがね、デージ大きいブースに並べられてて、まあ、いっぱい売られてると思うんですけれども、まあ、このね、こっちの方の、元祖紅芋タルトの方はもう工場もあって、工場見学とかしてるんでね、ここで直接買うっていうこともあると思うんですが、まあ、空港とかね、そういったとこ、ホテルの、お土産屋とかでね、この二つが売られてると思います。なので今回ね、この二つをちょっと比較してね、まあ違いってどんなのがあるのっていうのをね、話したいと思います。っていうのも、まあ皆さんね、旅行来るときに、お土産店のね、店員の人に聞いたらね、一番ね、質問が多いのこれらしいんですよ。どっちの紅芋タルト買った方がいいですか、どっちがいいですかっていうね、質問が一番多いようなんでね、ちょっとそれについて今回話したいなと思ってるんですね。はい。まあ、このチャンネルではね、こんな感じで沖縄のちょっとマニアックな話だったりとか、まあ、沖縄2になれるようなね、そんな話を、現場のね、まあ、現場っていうかね、沖縄にいるね、もううちなんちで、県民のね、まあ、目線でね、ちょっと話したりとか、あとは、沖縄旅行ですね。皆さん、まあ、リピーターの方もね、定番のところっていうのはよく行くと思うんですけど、じゃあ今度行くとき新しいところどこ行こうかなってなったときにはね、探すの結構大変だと思うんですよ。まあみんな忙しいし時間ないじゃないですか。なので、まあ新しい観光地の、まあ発見をね、できるような、まあ動画をね、出してたりとか。あと最後に沖縄移住ですね。移住するときに参考になるような、動画っていうのも出してますんで、ぜひ、YouTube 動画も、YouTube ライブもね、やって質問受けたりとかしてるんで、ぜひ見てみてください。はい。じゃあ今回ね、この二つね、やっていくんですけど、まあまず、まあ三つね、やっていこうと思います。まずは、価格と、あとまあ、何が入ってるのって原材料と、あとまあ食べてみようかなと思うんですけど、まずね、この二つなんですが、これ6個入りです。まあバリエーションね、いっぱいあるんでね、まあ10個、12個とかね、20何個とかいっぱいあるんで、それはね、まあ概要欄にも貼っとくんですけど、両方のサイト、それで見ていただいて、まあもちろん好きなようなね、形で買っていただければいいと思います。今回は6個入りです。で、これ両方とも600円です。うん。小売価格、600円でした。お土産屋さんとか行ったら600円で売られてるんですけど、ネットではね、この紅芋タルトの公式サイトのところっていうのは600円だったんですけど、こっちの方はね、もうちょっと高くて740円ぐらいだったんですね。なので、ネットで買うときっていうのは、こっちの方が、南方の方が、ちょっと高いという形ですね。だから、多分ね、通販で買う場合は、こっちの方が安く買えるかなと思います。あと、Amazon でも両方売ってるんで、送料とかね、気にする方っていうのは、Amazon で買ってもいいと思います。っていうのも、こちらは、送料がね、5000円以下。で、こっちが1万円以下っていう形になってるので、まあ、それはね、ちょっと、Amazon のプライム会員とか、そういった楽天とかね、そういったところで見ると、多分ね、ちょっと違うので、ぜひね、そこは、皆さんの、まあ、用途に合わせてね、買ってみた方がいいかなと思います。はい。で、次がね、中に入ってる原材料ですね。ここ結構違いがあるんで、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、まずこの、こっちの方ね、元祖の方なんですけれども、これがね、こちらですね。こういう形。まあ、いろいろね、一応いろいろ書かれてるんでね、細かく、僕も専門じゃないんでね、細かくはやらないんですけど、一番ね、まあ、あんまりそんなに多くはないですよね。うん。で、一番の違いだけを伝えていくんです。この南方の方ですね。こういう形で。結構種類が多い、原材料がね、入ってる種類が多いんですが、まあ、一番のね、違いっていうのが、この紅芋タルト、元祖の方っていうのがバターを使ってます。で、こっちの方がマーガリンを使ってます。なので、その違いっていうのが一番大きいよねっていうことですね。だからバターを使ってる方が、まあ、より手作り感になるよっていう形だったりとかね。うん。
ここはマーガリンなので、ちょっとまあ、安めに玄関が作れるっていう形だったりとかっていうのを言われてるので、まあちょっとここの差が多分ね、後から食べる味にもちょっと変わってくると思うんですけど、まあこの二つは、そこが一番大きな違いです。あとは、まあ数ですよね、最初にちょっと言ったんですけど、数がね、こっちのベニーモタルと元祖の方が少ないので、結構ね、まああんまり、まあ添加物とかそういったものを入れないような形で作られてるっていう印象ですね。はい。なので、まあ、手作り感があるっていうところはこっちかなという形ですね。ただここはね、白あんとかが入ってて、やっぱ、紅芋タルトの中でもちょっと風味がね、ちょっと変わってくるようなイメージがありますよ。あんとかね。うん、あんがやられてるんでね。ここも、そういう意味では、ちょっと工夫されてる。やっぱより美味しく食べれるようにしてるのかなっていうところ感じのイメージですね。はい。で、実際にね、ちょっとこれ食べてみようと思うんですけれども、これと、これね。これ、二つ。こっちの方が元祖って書かれてますね。これ、ちょっと見にくいかな。元祖ですね、これ。で、こっちが南方のやつ。やっぱパッケージはおしゃれですよね、こっちの南方っていうのはね。やっぱお土産渡すんだったら、やっぱりこういう見た目もちょっと結構、大事じゃないですか。だから、南方の方がね、やっぱり、パッケージの人気っていうのはありますよね。ただまあ、こっちの方はなんか沖縄っぽいっていう感じはありますけどね。一応ね、そこはまあ、まあ、好みにもよるんですけど、一般的には結構ね、南方の方が、おしゃれです。で、ちょっとこれも見てもらうんですけど、これね、こういう感じです。見にくいね。ちょっとこういう感じ。こっちが元祖。で、こっちが、南方ですね。色がね、結構違いますよね。こっちの方が結構、色が濃い。薄い方が、南方ですね。こっちの薄い方ですね。薄い方が南方です。こっちの濃い方が元祖ですね。うん、大きさ的にもちょっと南方の方が大きいかな。うん、っていう感じですね。横のね。これでも大きさもちょっと南方の方が大きい。こんな感じでね。ちょっと、わかるかな？うん。こっちの方が大きいですよね。っていう感じですね。うん。あとはまあそんなに変わらないかなっていう感じなんですけど、ちょっと食べてみましょうね。まずは元祖の方からちょっと食べてみようと思います。ちょっと割った時の感じ。うん。え？うん。やっぱね、濃厚ですね。見た目もあると思うんですけど、うん。やっぱ濃厚で。あ、やっぱこれ、昔から食べてるベニーモタルトっていう感じの、うん、ザ・ベニーモタルト。濃厚でね、うん、しっかりした味わいで。このタルトの部分っていうのも歯ごたえバッチリですね。うん。やっぱ美味しい。うん。で、こっちの方食べてみましょうね。こっちの方が、あ、やっぱ食べ比べるとわかるね。結構違うよ。うん。あ、やっぱこっちの方がね、なんか味わい軽いね。うん。白あんの味がしますね。さっきのやっぱ原材料に入ってる。こっちの方が、やっぱ軽さがある。濃厚さっていうよりは、柔らかい感じの軽い感じでね。すごい、こっちの方がいっぱい食べれそうなイメージがありますね。うん。なんか食べれそうっていう感じがする。うん。美味しい、こっちも。うん。タルトはこっちも柔らかいです。うん。で、軽めな感じでね。ふわっと食べれるっていう感じ、こっちの方が。やっぱ濃厚なのはやっぱこっちですね。うん。っていう感じですね。うん。だから結構ね、やっぱ、なかなか皆さん食べ比べしないじゃないですか。うん。ね、両方買ってとか食べ比べとかしないし、まあ渡す人たちによってもね、変わってくると思うんですけど、やっぱ濃厚なのを選ぶんだったらやっぱこっちですね。手作り感がある。濃厚だなっていうのは、ベニーもね、感じられるのは、これやっぱこっちの、お菓子御殿の方ですね。の方を買った方がいいと思います。で、もうちょっと軽く、いっぱい食べたいとかね、若い人たちに向けてだったら、こっちの方が多分ね、人気が高いと思います。南方の方ね。うん、っていう感じですね。やっぱ原材料に載ってる通りなんですけどね、こっちの方、そういう感じ、味わいがね、やっぱこっちの方が濃厚なんで、ぜひね、これ、選ぶときにはそういった選び方してほしいなと思います。こんなにね、比べてる人たちなかなかいないと思うんで、でもね、これね、もうほんとこの動画見ていただいたらわかると思うんですけど、実際ね、やってもらったらわかると思うんですけど、結構違いますよ。これ、二つ。うん。だからぜひね、食べ比べしたら、多分この動画見てくれた人たちは、多分キキベニーモタルトできるはずです。うん。
全然濃厚さとかが違うし、うん、食感も違うし、あと味合いが、やっぱ、こっちの方が深、濃厚ですね。手作り感がある。こっちの方が軽いような感じね。がするんでね。ぜひね、これやってみてほしいなと思います。はい。実際、ベニーモタルトっていうのは元祖って言われてる通りでね。ここっていうのが、お菓子御殿っていうのが、お菓子のポルシェっていうね、会社の時に、読谷村がね、このベニーモのイチャイ産地なんですけれども、このベニーモ自体は外にね、原料として出せないんですよ。沖縄から出しちゃダメよって言ってね、県外に出したらダメですよって法律が決まってるんですね。なのでこれをどうにか加工できないかってことで、このお菓子のポルシェっていうね、ケーキ屋さんにお願いをして、それでね、食品としてできたのがベニーモタルトです。うん、だからやっぱケーキ屋のなんか感じがします。うん、ケーキ屋が作ったお菓子の花っていう感じで、どちらかっていうとこっちはやっぱお菓子屋さんが作った感じ、うん、がしますね。結構美味しい。やっぱりこっちの方が濃厚になっててね。まあそんな中で、まあベニモタルトがね、どんどんね、機内の空港、機内食とかの、機内のお土産とかに出るようになって、すごい人気になってね、沖縄ブームもあって人気になったんで、いろんなところが作り出したっていうことでね。その中でも南方さんがまた作って、すごいパッケージもおしゃれだし、やっぱ若い人たちにも人気のようなね、この軽さがある濃厚さはね、こちらの方があるんですけど、まあ、いっぱい食べれるような形の、まあ、お菓子に近いものを作って、こっちもすごい売れるようになってきたっていうのがあるんですが、多分ね、一つね、お話ししときたいのが、お土産屋さん行ったらね、どっちがいいですかって言ったら、多分ね、南方を勧められたことがみんな多いんじゃないですかね。南方の方、こっち。で、これなんでかっていうと、さっきもちょっとあったんですけど、やっぱこっちの方がね、手作り感もあって、直営店もあって、工場もあってっていう形で、独自でね、販売してるような形で、卸価格っていうのは違うんですよ。まあ、正確にはわからないんですけども、南方の方が卸価格が安いって言われてて、お土産屋さんも南方の方売ったらね、儲かるっていう風になってるんで、結構南方をね、押されること多いと思います。お土産屋のおばちゃんとかがね、これどっちがいいですかって言ったら南方の美味しいよっていう人たちいっぱいいると思うんですけど、まあ基本、まあ美味しさはね、もちろんね、人それぞれなんであれなんですが、まあなんでこんなにね、南方の方を押すかっていうのは、そういうような、原価のね、まあ卸値とか、そういったものがあるんで、押されて、おすすめされるっていうのがあるので、ぜひね、今回この動画見てくれた人たちっていうのは、まあ濃厚なのがいいのか、もうちょっと軽めの食感がいいのかっていうのでね、選んでほしいなと思います。ね、っていうのもね、濃厚な方が好きっていう人たちにはやっぱりこっちのベニーモタルトがいいし、もうちょっとね、若い人でいっぱい食べたいよっていう、うん、軽い方がいいよっていうことはこっちの方、南方の方を紹介してほしいなと思いますので、ぜひそういった目線でね、お土産も選んでほしいなと思います。はい。じゃあ今回は以上です。まあお土産のね、買い方とかもね、動画出してますし、他にもね、いろいろ観光地もそうですし、沖縄のね、話でね、県外とやっぱ全然違うんで、へーって思えるような、そんなまあ面白い話とかもね、してますんで、ぜひ他の動画も見ていただければなと思います。はい。じゃあ今日は以上になります。